皆様はチーノを助けに行きますか。チーノを助けに行くかどうかは置いといて、俺は真実を知りたいぜ。俺は教団に行くぜ。そう、俺はこの忍び世界の憎しみを止めなきゃいけないから。うん、行くぜ。じゃあ全員、教団には行くぜ。全員行くか。おのおのの決意を胸に、皆は教団本部に向かうこととしました。一同は姿を消したチーノペイペイを救出することとしました。皆さんはですね、教団へ実際に乗り込むか、もう少し様子見をするか決めることができます。いや、正面突破無理かな。きついやろ。なんか情報があんねやったらもうちょっと。でも地図見た感じ、正面突破しかなくねってなっちゃったよ。まあ行くしかないんじゃないの結局。行っちゃう？なんか、まあ、でも確かに情報ねえよな。あれや、虎穴に稲妻五条得ず。このまま突っ込むの？待ってくれ。三条得るんで入るとか、はい、どうした？待ってくれ。もしかしたらネットに転がってるかもしれへんぞ。まださらなる情報が。検索。ダイスロール5。ん、関係ない。ゾムは検索しようとしましたが、どうしてもエッチなサイトに行ってしまって何も得ることができませんでした。エロほど。何してんねん。何で調べてるんですか？この何々ビデオ、ええな。いや待て、でも もうそんなことは置いといて。はいはい。じゃもう少し情報を得てから行くか、もう突破が。でもなんか、チーノの状況見てる限りやばそうじゃない。あれじゃないの、なんか変なことさえせんかったら、教団に行ったところで特に何もないのでは。まあ、黒服に見られたのが気にはなるけども、まあ、信者ですって、入信ですって言いに行けば大丈夫かもしれない。見学会よ。こんだけ目つけられてんのに。いやなんかもういやなんか道に迷ってみたいな。うん、そう見学。人生の道に迷ってきちゃいましたみたいな。うん、めっちゃか教団。いやもう行こうぜ行こうぜ。いやもうなんか時間かかるとむしろあいつの命が削られそうな気がしてきた。あそう。あの危険危ないから。うん、もしかしたらあいつが死んじゃうかもしれんからな。これ優しさやで。そう。じゃあ、うん。では皆さん、行くでよろしいですね。はい、行く。はい。一度はですね、チーノペイペイ救出のため、教団へ向かうことでしました。しかしですね、教団に向かう前に皆さんは一度何か使えるものはないかとですね、道具を集めることができます。皆さんが持ち込める道具は3種類です。今お送りしましたですね、この4つの中からですね、3つ。皆さんは選択することができます。4つから3つ。そうですね、1人3つです。各アイテムのですね、説明をちょっといたしますね。では、多いよ。小型のライトはですね、前方を直線的に照らすペン型の LED 照明です。結構明るいやつね。光が漏れにくいのが特徴です。スマホはですね、電波が届かないと、まあ、オフラインに限定した仕様になります。証拠写真や声の録音等もこれでできそうです。続いてナイフ。ナイフはですね、武器にもなります。扉をこじ開けることにも使えそうです。究極のことを言えば自害もできそうです。そして鏡はですね、メデューサを神話でですね、倒すときに、盾を鏡代わりにしたという逸話があるため、ここに候補として挙がっています。信用度は低いかと思われます。はい、ちなみに、はい、スマホってライト使えるんですか。スマホのライトは一応なしですね。なしか。はい。なるほど。じゃあ明かりを照らすんならもう小型ライトしかないと。はい。そうですね。なおですね、スマホを持っているとですね、先ほどチーノが残した地図、あれをいつでも確認できそうです。あ、強い。おお。はい、じゃあスマホとナイフとかが。はい。じゃあ私はライト、スマホ、鏡を持っていきます。はい。じゃあ俺小型ライト、ナイフ、鏡で。はい、じゃあ僕ライト、スマホ、鏡。うん、俺はライト、スマホ、鏡でいくわ。ライト、スマホ、鏡、わかりました。うん、一度はですね、教団に乗り込むにあたり、おのおの道具を持って、再度集まりました。うん、そしてですね、再度集まった一度はですね、カウンセラーの塩との導きでですね、カウンセリングを受けることとなります。皆さんはですね、心理ロールに成功することで状態値を回復することができます。
それは10以上にも回復しますか。上限は10です。あ、じゃあ、じゃあ俺いらないわ。え、なるほど。心理ロールに成功すると状態値は3回復します。めっちゃ失敗すると失敗したときに言います。なるほど。あ、そういえばこれなんかクリティカル的なもあったよね。クリティカルありますね。なんだっけ、バンブルが。あ、そう、それそれそれ。うん、バンブルがあんのか。そっか、中上限やったらじゃあ減ってないやつはこれ無視していいやつやな。うん、そうですね。ちなみにこれ、しおとさんもですね、セルフカウンセリングを行うことができます。多重人格すぎる。振りたい方は、ロボロさんだけでよろしかったでしょうか。うん、俺は大丈夫。大丈夫、うん。僕もいいです。ではロボロさん。何これ、罠かなんかと思ってるのかみんな。心理ロールをどうぞ。せんでいいからやねんけど。2かでいいんやろ。俺はもう6しかない。いうの、ダイスロール。4失敗。しおとのカウンセリングを受けたロボロでしたが、しおとが何を言ってるかよくわからなかったんです。状態値プラスマイナスゼロ。ああ、よかった。減るよりはマシやな。せやな。惜しかったな。カウンセリング下手やで、何もわからへんかった。カウンセリングを終えた皆さんは、ここで改めて情報の整理をすることができます。情報の整理は、洞察および知識ロールに成功すると、可能になります。じゃあ知識でいきます。知識で、はい。 1D6 これか。ダイスロール、4失敗。骨島は今までのことを思い返りましたが、何も思いつかずとても不安になりました。状態値マイナス1。あー、おかしい。まあ、それ俺が正義してやるぜ。何やって。知識でダイスロールするぜ。ダイスロール、ふーん、2位成功。それでは成功したゾムさん、ちょっとチャットをお送りします。いや、これ、あー、マジか。どうしたんや。これは、え、教えてほしい。いや、何か思いついたなら教えてくださいよ。いや、教えてくださいよ。足かまる、足かまるじゃなくて、ゾンマル。なんとかなる。なんか興味あるっちゃあるけど、でもなんか嫌な予感もするから別にいいかなって。聞けよ。じゃあ言えよ。聞いてほしいんかい、結局。いや、なんかだいぶこれ重要な情報やと思うけど、うん、なんかね、俺らの中に、うん、スパイがおるかもしれない。何やて、何やて。なんか、うん、おるってネットに書いてた。え？え？ネットに書いてた。しかもなんで俺らなの？ほんまや。え、俺ら有名な。まあ、一応実況グループではあるけど。確かにね。どこに誰がおってもおかしくないよね。まあ、そういう噂が流れてんだよ。スパイか。やっぱりこの島。待ってください。やっぱり。なんでですか。はい。待ってください。なんでですか。僕じゃないです。最初から僕は一貫してあなたのことを怪しいと僕論的には言ってた。確かに確かに、トントン、お前一貫して俺を犯罪者と疑っとったな。そういえば、いや、犯人やと僕は僕論的には。キリッ。どう考えても言動怪しいからな。言動どころかもう今までの行動全てがお前は怪しく見えてしまうぜ。いや、でも考えてほしい。あの、最初から怪しいやつスパイに抜擢する。スパイやで、目立つすぎやろ、スパイやつ。されてる。もうすでに人間済み。あれ、考えることやめました。いや、GM、例えば心理で戦術に嘘をついてるか見ることはできますか。心理を振ることはできます。じゃ一応振ってもいいですか。どうぞ。ではですね、結果の方、職にお送りしますね。はい。どっちに転んでも分からへんってのが辛いところ。皆さん、はい、私のカウンセラーとしてこの千住小根島嘘をついてるかどうか判断しようとしたのですが、はい、先日チャクラとやらに飲まれかけて、ちょっと私は判断しかねません。この人に迷惑すぎる。え、どうしたどうした、汚染されたか。わ、なんかあの、こんなこと言ったら申し訳ないねんけど、メタ的にすごいファンブルの顔見がする。いや、それは自然エネルギーは結構厳しいからな、気をつけないと。いや、気をつけろ、自然エネルギーはリスクを伴うから。扱い難しいから、扱いちゃんと修行してないとカエルになるよ。あいつらチャクラ信者増えてない。なんか洗脳されてますね、一人。チャクラ信者増えてんだよな。なんか